優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。お気持ちいかがですか？いや本当に数少ないちょっとこうエドバンドシーズンの中で本当に優勝できてよかったなと思います。立川は去年に続いて連続優勝です。そうですね、そういうふうに今回言われて、少しプレッシャーはあったんですけど、もう自分的には9月の、共同通信の方の切符が取れてなかったので、もう出会い日でもちょっとこう優勝したいなというつもりで今回挑みました。よかったですね。ありがとうございます。山口健二さん、お話しください。どうも諸橋選手、お疲れ様です。よかったです。最終日何位決めましたよ。ちょっと最終ホームではちょっとピンチかなっていうのがあったんですよ。山本君がね、ちょっとこう後手後手に回っちゃったんで、僕もどうしようかなというふうには思ってたんですけど、もうホーム過ぎぐらいでもうこれ以上下がるなってちょっと叫んだんですよね。それが下がるともう勝負権完全になくなっちゃうんで、そこからはいい判断で前々踏んでくれたんで、チャンスが巡ってきました。来たね、参考な杉からもう岩本ももう外外でいっぱいなところね。あの辺はね、やっぱさすが諸橋だよね。あそこだけなんで僕。いやよく伸びてきましたよ。ありがとうございます。優勝も聞いたらなんか1年ぶりだっていうから。そうですね、多分ここ以来ぐらいになるんだと思います。ここ以来らしいけど、前もこうやってインタビューしたんだけどね、前ね、でもね、今回の優勝はちょっとインパクトあるなと。諸橋らしい優勝だからね。ありがとうございます。よかったと思いますよ。なかなか本当にここのところずっと2着が決勝2着が多かったんで、1着となかなか取れないなというふうには自分で思ったんで、本当に嬉しい優勝でした。そうですか。ありがとうございます。いいところで優勝したからね、はい。この勢いでまた来月もね、地元記念ありますからね。はい、45になりますけど、ローテムチって頑張ります。いやまだまだ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。毎年諸橋選手はここからが諸橋選手の季節です。頑張ります。はい、では応援してくださった全国の皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、こうやって結果出すことが皆さんのファンの声援に応えて、で車検に応えられるかなと思います。それでまた一戦一戦頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。